グレミーもクローンだったに対する反応集をお送りします。ガンダム UC エンゲージの新設定でグレミーも量産型クローン軍団って設定になったらしいね。何が起きてんだよ。後付け静止バトル。UCE の新作アニメはゼータから逆シャアの空白期間のシャアを描くサイドストーリー。ピストル片手に単身アクシズに潜入するシャア。よく知らん子供部屋に迷い込むシャア。そこに現れるグレミーとプルらしき子供。私たちを見た者は死ななければならないと威嚇してくるプルと消火器を持って襲いかかるグレミー。あっさりシャアにやられるグレミーと悲鳴を上げるプル。悲鳴を聞きつけてゾロゾロ集まるグレミー軍団とプル軍団。設定だけなら大昔からある。グレミーとプル姉妹って軽米だったの？グレミーはギレンのクローン説は昔からあった。ただ量産されてたのは知らなかった。ギレンのことかで銀の隠し子の噂は小説であったけど確定はしてないよね。グレミー自体急に出てきたジオン名家のトトケ出身とかわけのわからん存在だったからな。ダブルゼータ大体そうじゃんって言われたらまあそうなんだけど、ムーンムーンとか。プルシリーズも割とギリギリな設定だと思うのにグレミーまで量産ってそれは。エンゲージはアニメの出来だけはいい。宇宙世紀はカジュアルに倫理観壊れてる。プルそれぞれにお目付け役グレミーとか笑かすつもりしかないだろ。クローン技術あるならそや増えまくるやつも出てくるよな。グレミーなんて結構な欠物だったし。ザビ家の血を引く子供をいずれ正当後継者として擁立すべくトト家に預けて大事に英才教育施してたのがグレミーなのに。そうじゃない個体大量に作って人知れず小部屋に閉じ込めておく意味がないじゃん。どうかしてる。いやもともとどうかしてるんだが。でもサンライズ公式からの UCE の位置づけは UC ネクスト100プロジェクト第3弾という扱いで、UCE 描写こそが今後の生死なんだよな。ララーのクローンはまだいないのな。プルたちの中にアトノマリーダさんはいるのだろうか？プルシリーズ名乗ってるなら可能性はある。グレミー軍団は活躍するイメージがあんまりない。こんな技術があったら普通にもっと早い段階でシャアのクローンを作ってそうに思えてきた。フロンタルやゾルタンよりこっちの方が確実性ないか？外見もそっくりだし。ギレンだと身内含めて自分以外を信用していないから後継者として自分のクローンもしくは新しい器の研究とかやってそうなイメージはある。逆に、シャアのクローン作っちゃうと神輿としての価値が激減することになるので再来って形取ったんじゃないかな？大君派はザビ家派と違ってシャアのクローンを禁忌と考える人たちが多かったんじゃない？それかやりたくてもクローン技術が手元になかったか。シャア本人が生きているうちにはクローン作らないくらいの良心はあったのかもしれない。あとフロンタルに関しては理想的なシャアを求めた結果というのもあるんじゃね？後付け言うてもこれはそういうこともあるだろうなって範疇でしょ。言われてみればむしろ試験官ベイビー疑惑があるのにダブルゼータ本編のグレミー一人だけしか生み出されていないって方が不自然まである。血筋を引き継がせるにせよ高い NT 能力を狙うにせよ複数産んでおく方が良いんだし。でも複数人いるのがバレたら正当性みたいなのが薄れると思うんだよな。プルシリーズは戦闘用ニュータイプパイロットだからいいとしても、グレミーのザビ家の真の継承者という肩書きにとってはずさんすぎる。こんなの絶対バレるだろう。シャリアブルのクローンとかもいそうだな。というかもうジオンの NT は全員クローンいるだろ。ラカンダカランを大量にクローンすればよかったのに、主力機のザクさん、ドライセン、ドーベンウルフ全部ネオジオンで一番使いこなせるのラカンダカラン。クローン作ったところでそういった経験は実際に積ませないと意味ないからねー。それならパイロット適性が高いニュータイプ量産しましょうねってことでしょ。連邦の似た県はすでに育っている貧しい子供を人身売買して強化人間にしていたがジオンより NT クローン技術で遅れていたんかな。どっちかというとニュータイプの確保で後手に回ってたからクローンで育てるのが間に合ってなかったんじゃね。軟禁中のアムロに女当てがってたわけだし採取しようとはしてたみたいだけど。そもそも連邦上層部の主流派である保守派は NT を恐れて NT に頼らずに対抗できる力を欲していたんで、NT 並みの戦闘能力を持つが厳密には NT ではない OT 強化人間じゃないとダメなんだ。クローン NT を作って NT に対抗したらイデオロギー的に自己矛盾になる。もともと人口が少ないしな、強化人間にするにも元の才能も必要だろうし連邦のように大量に人がいるわけでもない。クローンで優れたパイロットが人工的に作れるならそっちを優先するんじゃないだろうか。小闇ネバのクローンもいるんじゃないか？アクシズみたいな過酷な環境だったら万が一もあるだろうし、予備や影武者として使えるように何人かのクローンミネバも作ったんじゃないか。さすがにミネバはないと思うな。
自然受胎で生まれた通常の人間高貴な人物の影武者クローンを作るのは不敬だとはばかられるんじゃない？グレミーとプルはギレンの遺伝子が入っていても自然受胎じゃなく最初から兵器として作られた存在で実質人権がないから OK だが、ミネバは正当な人間だから。そもそも高貴な血は変わりがいないから血の希少さをアピールできるのにダイアス売りされたら価値が下がる。クローンのグレミーに半数離反されるとか、ハマーンってよっぽど求心力なかったんだな。むしろ逆で、グレミーみたいなザビ家の後継者を人為的に生み出さないと覆せないほどハマーンがうまくまとめてたんだろう。あのシャアですら逃げ出した派閥争いがひどいアクシズをよくまとめてたと思うよ。10代の大した経験も実績もない少女が。でもさ、グレミーがクローン培養されたシリーズの中でも有用種ってことになるけど、あいつってそこまで有能だったか？素質はあったけど思ったほど伸びなかったとか。アクシズ兵士で言えば優秀だったのだろう。全体のレベルかなり低いし。コラ画像に見える。ってことは途中からあからさまに性格や言動が変わった風に見えたのは別個体の可能性もあるってこと？確かに謀反だの、いきなり指揮官経験ないのに抜擢だの、同一人物とは思えない行動してたのもある程度説明つくが、多分ストーリーの都合でそうなったんだろうけど、辻褄合わせになるのは面白いね。ジオンはクローンいっぱい作るし、連邦は強化人間量産するし、地味に倫理観やばいね。宇宙世紀グレミー量産の暁には連邦などあっという間に叩いてできるわけねえだろう。裏設定があったのは知ってたけど、本当にやっちゃダメでしょ。グレミーが量産されてたらは違ってくると思う。その割にプルシリーズと違ってグレミーは NT 能力はなかったような。クイーンマンサもプル2に任せててグレミーは扱えなかったし、ソシャゲで今後に関わりそうな設定とか出してくるなよ。設定だけは昔からあったのならなおさらそういうのを大事に公開してけよとはね。ダブルゼータの設定の大半はやはり監督である富野が考えたんだろうか。で、グレミークローンたちは富野は関与してないんだろうか。そして、グレミークローンたちはアニメで放送されたダブルゼータと地続きの話なんだろうか。パラレルなら問題ないと思うが、アニメの設定を考えたのが富野だとした場合、アニメと地続きの世界にあんまり突拍子もない設定突っ込むと、ジョージが関わらなくなった後のスターウォーズみたいに客離れする可能性もあるんじゃないの？プルとプル2周りはかなり富野の手が入っていたから、設定周辺も考えがあったかと。細部はともかく、大筋で監督を無視して決めるはずもないし。プル NT 部隊の量産、わかる。全裸者に代わる強い指導者、わかる。グレミー量産。目的がいまいちわからんが、ギレンの隠し子設定不確定以外で量産する強みあるっけか？ただの量産型兵士枠ってわけでもないだろ。長らく曖昧なままだし、いつか公式の手が入るんだろうとは思ってたが、また随分と、斜め上な。最初期に登場した情けないお坊ちゃんグレミーと途中からの妙に尊大な野心家グレミーは記憶というか情報の一部を引き継いだ別個体だったとか言われたら妙な説得力はあると思う。